そしてリング上は金本浩二と田口隆介が対峙します。大西さん、その金本浩二なんですけれども、はい、今日は82人の選手の中で一番最初にですね、この会場に入ってましたね。あ、そうですか、吉野さん。まさに山崎さん、そのあたりは金本浩二の気合の表れというところですかね。やっぱりこの日にかけたね、その燃える思いがあると思いますよ。あー、そう、あーっと、ここは金本と中島がリングの上でしばき合い。金本の思い切った蹴り、後頭部に入ったが、すぐさま立ち上がった。中島も引かずにメンチを切っていきました。はい、中島、鈴木健介がね、スペシャルに育った男ですから ね、健介オフィスの所属です。まあ、佐々木家の息子というふうな、ね、言われ方もします、この中島勝彦。そうですよね。しかしこれ、金本浩二に対してこの真っ向勝負。そしてあと、なんと、なんと、金本に行くのか、金本に行くのか。中島が起きて破り、起きて破りの金本浩二に顔面ウォッシャー。当然許すはずもないぞ、金本浩二。どうしても、なるほど、なるほど。その中でもね、今中島君はすごくこう自分の色を出してるし、蹴りも出すしね、それも、あと激しさもあって、ものすごく今一番自分を出してていいんじゃないですかね。あ、なるほど。もともとデビュー当時から蹴りっていうのはすごかったですもんね。でそれプラス力強い部分が出てきたんですよね。いい蹴りしますもんね。ここも金本浩二のキックに引きません。そして今度は張り手合戦、そばっと金本溝落ちに見舞っていきました。ロックから帰ってきたところ、中島の蹴り、そしてもう一発、サッカーボールキッカー。